まで来たね。ここまでいろんなことがあったよね。プロデューサーと一緒だったから頑張れたよ。でもまだまだここからだよ、プロデューサー。ここはアンズたちのゴールじゃないんだから。ここまで来るとさ、込み上げてくるものがあるよね。実感がまだ湧いていないのかな。プロデューサーにアメリカに行こうって言ったあの日が遠い昔のことみたいだよ。アンズが頑張れるように事務所にウサギソファーを置いてもらったりもしたよね。そういう些細な出来事が今この瞬間にまでつながっているってことかな。プロデューサー、アンズ、プロデューサーと一緒にここに来れて本当によかったよ。そろそろ出発の時間みたいだね。いや、面倒だからいいや。双葉アンズ、ついにアメリカ進出のイメトレはこれくらいで十分でしょう。よし、今日の目標は遂げたことだし、さっさと帰ろうか。とりあえず空港まで来ただけでも大きな一歩だよね。空港限定のお菓子買うの忘れないでよ。あと空弁、空港限定のお弁当も食べたいな。いや、そこまでしなくていいかな。今日の目的はイメトレに来ただけだからね。アンズは大きな一歩を踏み出して心身ともにクタクタだから、お菓子と空弁だけ買って帰ろう。また明日から頑張ればいいんだよ。明日から頑張ろう。